待たせいたしました。ボートレース予約の G3 第11回イースタンヤングシリーズ最終日も終盤戦に入ってまいりました。迎えレースは第10レースの特別選抜 B 戦。昨日の準初戦悔しい大敗に終わった6名の選手奮起の一番となります。市歌さん456、ここは現在確定バックで枠番通り並んでいます。このまま入ってくる模様です。インコースには1号艇地元氏が香川壮太です。2コースに2号艇愛知中道大輔、3コースに3号艇愛知黒野元樹、4コース角4号艇大阪竹間流星、5コース5号艇福井金田智弘、6コースに6号艇愛知吉田雄平。今日の前半戦では地元1番香川が大敗でしたが、あとの5人は連に絡んでいます。特に3番黒野、4番竹間、5番の金田は逃げて1着。今日はここまでの9レース、1号艇が6勝、また4号艇残る3勝を挙げています。5番の金田智弘はチルト 2.5 度にしてのトップルーキーの走り、どんなレースを見せるのか。3対3、外の3艇進入開始、進入コース、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番、第10レース特別選抜 B 戦1秒前スタートしました。さあまずはセンター3、4コースがいいスタートか。3番の黒の4番の竹は一周の一幕インから押し切っていく。1番の香川、香川もここはしっかりとインから押し切って、まず先頭で1番地元香川壮太が入りました。2番手には2番の中道大輔、3番手は3番4番並び走、外3番の黒の内4番の竹間、後続5番6番とついていますが、まだ2番手以降はここは逆転もあるかというところ。スタートは正常、大胆な繰り返し、1番2番そしてちょっと3番4番が波にはまって船が暴れた。外を待った2番の黒のは2番手、そして3番手はなんとか3番の黒の持ちこたえましたが、内から6番の吉田がもう僅差で迫ってきました。3番6番が3番手争いです。2周立ち3マーク、1番2番上にいて、そして注目3番手はここで6番の吉田雄平が少し前へ出ました。1、2、6、後続3、4、5となりまして、現在2周バック中間点から第3マークへ向かっています。地元1番の香川壮太がここは気を吐きまして、インからしっかりと主導権握って、2番手2番の中道大輔、3番手まだ接戦か。現在は6番の吉田雄平が3番手、少し離されました3番の黒野元樹4番手。1、2、6の順に最終周回入って第1、3マークへ向かっています。スタートは4角から4番の竹間が0台後半のいいスタートでしたが、インから押し切った1番の香川終始優勢、その後2番手に2番の中道、3番手は接戦で6番の吉田雄平が現在単独の3番手。1、2、6、今日の前半大敗の巻き返し、1番の香川壮太が先頭で帰ってまいりました。まもなくゴールを迎えます。まず先頭1番の香川壮太が5輪、2番手2番中道、3番手6番吉田雄平、3番の黒の4番竹間、そして最後5番の金田がゴールしました。ボートレース予約の第11回イースタンヤングシリーズ最終日です。この第9レースは一般戦で、そしてこの後10レース以降は選抜戦、特別選抜 B 戦、 A 戦、そして最終12レース優勝戦が行われます。最後の一般戦となります第9レース、今日はオール女子で争われます。市歌さん456、確定枠番通り並んで、まずインコースには1号艇大阪上田沙奈、2コース2号艇静岡柴田桃江、3コースに3号艇静岡河合萌え1、2、3、4コース角4号艇埼玉大豆宇田葵、5コース5号艇埼玉平川香織、6コース6号艇静岡小坂部有沙です。今回のイースタンヤングには女子選手6名が選考されました。大豆宇田上田沙奈はこれここまで3勝を挙げるなど活躍でしたが、残念ながら予選突破はならず。しかし昨日は男女混合の前半戦では1着5本、3着1本と気合を見せました。
今節では2日目12レースに続く2回目のオール女子戦となります。人気はやはりインの1番上田沙羅、4角4番の大豆上田が中心。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番第9レース一般戦スタートしました。まず内野三艇がいいスタートが一瞬の1枠へ。インからここは1番の上田沙羅が先手を取りに行く。まくり出してくるか3番の河合萌です。さあここで河合が外の1番上田さんと並んでトップ争いは1番3番です。その後少し水が来まして5番4番5番の平川、4番大豆上田、こちらは3番争い、残る2艇が6番2番。スタートは正常でした。先陣争いは競り合ったまま第2ターンマークです。ここで1番の上田沙羅が3番の河合萌の追撃を振り切りまして単独先頭、1番の上田沙羅、2番手が3番の河合萌、3番手争いまだ4番の大豆宇田、5番の平川の争いですが、ここは4番の大豆宇田が若干リード。埼玉両者の3番手争いです。先頭1番の上田沙羅、2番手3番の河合萌、こちらはもう完全に独走態勢持ち込んだ1番の上田沙羅、2番手3番の河合萌、3番手4番の大豆宇田が現在リード。1番3番4番上位選定後続5番6番最後2番の順です。2周第2ターンマークを理解しました。1番3番そしていやまた4番5番が3番手争い、4番の大豆宇田のうちに5番の平川が入りまして再び埼玉勢によります激しい3番手競り合い。内から5番の平川がここは張って突っ張るか、それをかわすか、4番の大豆宇田コースを内へ帰りました。最終の1マーク、ここで完全に逆転、5番の平川香織が3番手に浮上。上位3手代わって奇数枠の1番3番5番です。内の3手が今場所台前半のいいスタート、そのまま押し切りまして1番の上田沙羅です。これでシリーズ4勝目、今日1回乗り。2番手3番の河合、3番手は道中逆転5番の平川、135でまもなくゴール。先頭1番の上田沙羅が五輪、2番手3番の河合萌、3番手5番の平川、4番大豆宇田、6番の大阪部、最後に2番の柴田がゴールいたしました。以上激戦の第9レース一般戦でした。イースタンヤングシリーズ最終日もいよいよファイナルです。ポールポジションは豊田健志郎選手、今節も着実な走りが目立ち、来季も含め9期連続で A1 キープ。デビューから10年目の節目の年、イースタンヤング優勝でさらに弾みをつけたいところです。そして地元で唯一の優勝となりましたのが5号艇の澤田直也選手。黄色のカポックといえば師匠馬場吉也選手が琵琶湖の G1 を優勝した定番、師匠のような絶品ターンで地元初 V を目指します。そして兄弟対決も気になるところ、3号艇兄の前田敦也選手、6号艇前田翔選手、2選手ともにピストンに。今朝方は傘もさせないほどの強風で途中まで周回短縮安定版のレースでしたが、中盤から通常モードに変わりまして優勝戦日和。現在は上空快晴、向かい風がわずかに吹くか吹かないかという程度、穏やかな水面。さあ6人の選手、どうやらここ枠番通り入ってくるんでしょうか。ボートレース琵琶湖 G3 第11回イースタンヤング最終日、いよいよジュニアレース優勝戦です。注目のコース取り、まずインコースには1号艇三重豊田健志郎、シリーズリーダー準優ただ一人ゼロ一の逃げ、勝てば今年 V6 とイースタン初制覇。2コース2号艇東京藤田俊介、今回最も若いデビュー6期目129期生、大怪我からの克服で琵琶湖初出場、そして狙いはデビュー初優勝。3コースがどうやら角か、3号艇愛知前田敦也、前田兄弟ともにピストンリング2本を交換しました。ワンツーフィニッシュなるか。4コース4号艇群馬関博也、
初日ドリームメンバーただ一人の勝ち残り、2018年ヤングダービーの覇者、大会連覇で卒業に花を添えるか。5コース5号艇、地元澤田直哉、地元からベスト6に進出、師匠の馬場義英りの高速ターンで悲願の地元初優勝へ。6コース6号艇、愛知前田ケクル、前田兄弟の弟、進入コースインコースから1番2番ダッシュ、3番4番5番6番でジュニエススタートしました。まずはインから1番の豊田がいいスタート、トップスタートが1周の1マーク、インから押し切り1番豊田、4コース4番関がここは果敢にまくってくるが、内側3番の前田、これをブロックしたか。この間単独先頭を1番豊田健志郎独走体制に持ち込むか。しかし4番の関が外から内からじわじわ5番の澤田も迫ってまいります。スタートは正常大胆マーク、1番豊田健志郎から内から5番の澤田直哉、そこを指してくる4番の関平ですが、ここ5番の澤田も一気にここで1番豊田に迫ってまいりました。さあ地元澤田がここで1番の豊田にへさきかかって、この後内から抵抗か、いや外へコースを変えた5番の澤田直哉、2周第1ターンマーク、1番の豊田先頭キープなるか、指してくる5番の澤田、澤田が指してまたここで直線コースで自分たちはと差を詰めてくるか。しかし逃げた1番の豊田先頭をしっかりキープ、しかしまた斜め後方へさきかかりそうか、5番の澤田直哉、その後4番の関もこの上位2点の動きをチャンスを伺っています。2周第2ターンマーク、1番の豊田そして5番の澤田が若干波にはまった、そこを全速でここで4番の関裕也が2番手争い並んで、さあ今度は5番4番2番手並走状態です。そしてこの間1番豊田健志郎がリードをまた稼ぎそうであります。先頭1番の豊田、あとは2番手外全速で4番ちょっと1番4番軽く接触があったが、内から5番の澤田も来る大接戦ですが、しっかりと先頭を死守、1番豊田そして2番手争いまた5番4番内5番澤田外4番関並びました。1番豊田健志郎ここは通算21回目の優勝、 G3 初優勝、今年 V6 なるか。さあ最終第2ターンマーク、1番豊田が先頭キープか、外から全速で迫ってくる4番先、さあ直線勝負に持ち込んだか、さあ間もなくゴールです。先頭は1番の豊田、僅差で4番先が2番手、3番手5番の澤田、残る3手6番の前田かける2番の藤田俊介、最後3番の前田敦也がゴールいたしました。以上白熱の大接戦ジュニアス優勝戦でした。見事優勝しましたのは豊田健志郎選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございました。さあ一周2マークはまず地元の澤田選手が迫ってきましたが、一周2マークはなんかミスっちゃいましたね。あそこまででも詰められると思わなかったんでちょっと焦りました。はい、さらに最後の最後まで同期の関選手が迫ってきましたけれども、すごい煽ってくるんですよ、ほんまに。ちょっと続くのはね煽りすぎですね。はい、もうゴールするまで気が抜けなかったですかね。あ、そうですね、ちょっともう1回目の当たった時に多分曲がってるんで、ちょっとそれ気にしながら走ってて、まさか三能にもあんなターン来ると思わなかったんでちょっと焦りましたね。はい、無事優勝ということにはなりました。まあ、結論ついてますね。はい、さあさらに琵琶湖の優勝1号艇リベンジ達成です。そうですね、ちょっと琵琶湖2連続ですか負けてたんで、ちょっとここは負けたくなかったんで、まあ、結果逃げれてる感じはあんましないんですけどこのレース、まあでも良かったですね。はい、まあ、何よりも今シリーズは本当についてますよね。いや、もう月1本やと思います。はい、はい、さあこれで3節連続優勝、今年はこれで V6 ということになりますが、このあたりともいかがですか。まあ、まあ、V6 も当然嬉しいんですけど、まあ、目の前の、ね、チャンスがあるんで、あったんで、まあ、単純に今節優勝できて嬉しいです。はい、さあこの後は一般戦を挟みまして地元開催のボートレース甲子園、そして G1 戦が続きますが、今後はどんなレース見せてくれますか。まあ、しっかりまあ、甲子園とかまた別としても、いっそいっそライセスの戸田も頑張って、はい、甲子園にいいリズムで入ってきたらいいなと思います。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。最後までヒヤヒヤすいません、ちょっと同期の席にしっかり言っておくので、また同期ともども115期お願いします。本当に優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで優勝しました豊田健志郎選手の喜びの声をお聞きいただきました。12レース優勝戦競争成績1着1番豊田健志郎。